はい、次は皆さんマニュアルレジスタンスですね。徒手抵抗を加えてこの測定筋膜、背屈部分にまた刺激を加えていくっていう形ですね。じゃあまずグーの形でこういうふうにして押さえてもらって、はいパーにせーの、はい1、はい閉じる、2、はい3、はい閉じる、はい4、はい今度は逆にグーにせーの、はい1、2でこの時しっかり指がしっかり最後まで収縮するように、はい広げて、はい閉じる。でこれができるので皆さん今度連続で両手で押さえてもらって、連続ではいパー、はいグー、はいパーで、しっかりトレーナーさんの方が可動域が最終可動域に出るところまで誘導して、最終可動域のところまで誘導して、で最後はしっかり両方でパフォーマンスが出るような形を取っていくって形、この形でまた進めてみてください。お願いします。